はい、こんにちは、弁護士の坂口康史です。今回は4階級制覇王者の井岡一翔さんに薬物疑惑、ドーピング疑惑報道がありましたんで、その件について簡単に解説コメントしたいと思います。今回の報道だと1回目の検査ではマリファナ、大麻の成分が検出されたという報道があって、さらに覚醒剤の成分が検出されたという報道のようです。この件については警察も介入をして、その尿を警察が押収をして、で警察の捜査も行われたという報道もあって、なおかつ、井岡一翔さんも警察の事情聴取を受けたという報道まであります。でこれどこまでが本当の報道なのかとか、まあどういう事実なのかっていうのは正直ちょっとよくわからないんですけど、まず大麻なんですけども、皆さんもご存知の通り、大麻を使用する、使用自体は日本では犯罪になっていません。ドーピングという観点からすると、大麻も、大麻とドーピングっていうのはちょっとスポーツの世界でもかなり賛否両論があるところであって、まあ去年とか一昨年とかマイク・タイソンとかが大麻はドーピングから外すべきだみたいな意見を出したりだとか、まあ、そういったこともあったりします。ただ、大麻も結局、恐怖心をちょっと緩和させたりとか、そういったところはあるので、やっぱりボクシングって恐怖心との戦いではあるので、大麻使ってるとやっぱドーピングには引っかかるっていうのは、私は個人的にはしょうがないのかなっていうふうには思っています。そうですね、ただ今回のドーピングの件なんですけど、ちゃんと検体が2つあって、 A 検体 B 検体みたいのがあって検査をすることになってるみたいなんですけど、しっかりとした裏付けの確認が、調査ができてないみたいなので、まあ大麻のドーピングがあったって判断もちょっと難しいのかなというところなので、ちょっとこの段階でこんな報道されるのは本当に残念だなと個人的には思っています。で、あと覚醒剤が尿から検出されたっていうお話もありますけども、そもそも警察が捜査をしたってことであれば検察庁に事件を送らないといけないんですね。要は送検とか送致とかって言われるものになるんですけども、で検察法でしっかり不起訴にしたってことであれば不起訴処分告知書っていうしっかりした書類が取れると思うんですね。だからこの疑惑について井岡さんの方がしっかり潔白を示すんだってことであれば、その不起訴処分告知書っていうのを取得していただいて公表していただくといいのかなと思います。であとは警察が捜査をした、まあ、覚醒剤で捜査をしたってことが仮にあるんであれば、その尿から覚醒剤成分が検出されているっていうことが事実としてあるのであれば、井岡さんを逮捕しないってことはないと思うんですね。なのでまあ尿検査の結果から覚醒剤が出たっていう情報もかなり眉唾っぽいなって感じもしますし、まあ、そもそも、警察が行った尿検査ではないので、やっぱり尿のすり替えだとか、まあ、他のものが混入しちゃうとか、そういった可能性っていうのが否定できないというところがあると思うんですね。だから多分警察が事情聴取までしたんであれば、その事情聴取した段階でも抜き打ちで、任意の尿検査をしてもらったりだとか、場合によっては令状を取って尿検査したと思うんですね。でその結果は絶対白だったんだろうと思うんです。これが黒っていうか尿検査の結果覚醒剤が出ていれば逮捕しないわけがないので、はい、なので、覚醒剤の方は、本当かどうか全然わからないなと思います。で特に警察の捜査では多分尿検査の結果覚醒剤が出たってことはなかったんだと思いますので、ちょっとこの覚醒剤疑惑を大々的に報道するっていうのはかなり違和感を感じます。で大麻の方は、確かにドーピングという面では引っかかっちゃう部分があるんですね。だけどちょっと A 検体 B 検体って2回のちゃんとした検査の結果とかが裏付けで取れてないみたいなので、だからちょっとドーピング問題として、あの素晴らしい試合だったんで、田中康生選手と井岡一翔選手の試合は素晴らしいものだったので、その大麻問題でこのちょっとドーピング問題っていうのでケチつけられたっていうのが非常に残念ですし、今後ちょっと JBC でどういう判断するのかっていうのは、そこの部分では注目せざるを得ないというか、そういう面はあると思います。